皆さんこんにちは。女性芸能人や俳優は潔癖症であることを告白している人が多いです。常に除菌グッズを持ち歩いている芸能人や、電車やバスのつり革に触れない、友人を家に入れるときに着替えてもらうなど、衝撃の潔癖症エピソードがあります。今回は潔癖症の女性芸能人について紹介します。森田美衣子、生年月日1987年2月12日、職業元グラビアアイドル。もともと潔癖症だったという森田さんは、あるテレビ番組で過酷な罰ゲームを強要され、失声症になってしまったことがありました。その罰ゲームの内容は、他人の汗や鼻水などを鍋で炒めたものを食べるという過酷なものでした。潔癖症でなくとも一般的な女性なら心の傷を負うに違いありません。森口博子、生年月日1968年6月13日、出身地福岡県福岡市、所属事務所ノーリーズン。実年齢を全く感じさせないほど美しい森口博子さんですが、潔癖症のため結婚できないと言われています。エピソードの一つとして、マイスリッパを3個持ち歩いているそうです。一つは部屋ですぐ履く用、二つは風呂上がり用、三つ目は寝る前用だそうです。さらにトイレの便座は常に中腰で座ると話しています。足の筋トレになりそうですね。細菌が嫌で自宅の便座以外は座れないと語っています。これだけ潔癖症だから綺麗なのに結婚できないのかもしれません。北の木、生年月日1991年3月15日、出身地神奈川県横須賀市、所属事務所フォスタープラス。女優の北の木さんは清楚な美人女優として注目されています。北の木は17歳の頃に99プラスという番組に出演し、綺麗好きということを明かしました。温泉ではつま先立ちで歩き、髪の毛が落ちていることにも極度に反応してしまうようです。トイレで呼吸ができなかったり、帰宅後必ず掃除機をかけたりなど、潔癖エピソードはたくさんあるようです。また友達が家に来た時は、家に上がる前に足を拭いてもらい、自分が用意したジャージに着替えてもらってからようやく上がってもらうそうです。ここまで徹底されると、北のキーさんの自宅に遊びに行きたいという友達はいなそうですよね。堀北真希、生年月日1988年10月6日、出身地東京都。芸能界を引退した堀北真希さんは潔癖症や綺麗好きということを明かしています。夫の山本浩二さんを超える潔癖症と噂です。時間があれば掃除すると話していて、今日は1日1回拭き、洗面台の中も洗うようです。1日3回も洗濯しないと気が済まないようで、洗濯回数が上がり、水道局から水漏れの心配の電話も来たそうです。夫の山本浩二さんは水道代がかかると嘆いていました。でも山本浩二さんも潔癖症とのことですので、ちょうど良いのかもしれません。また外から帰って平気でベッドに座る人が考えられないと語っています。田中みな実、生年月日1986年11月23日、出身地埼玉県朝霞市、所属事務所テイクオフ。狭い部屋で他人と過ごすのが苦手という田中みな実さん、狭い部屋に数人でいる時に同じ空気を吸うのが嫌だと話していました。また他人の家のバスタオルなどが使えないので、友人宅に泊まりに行く時にはいつも大荷物になるとのことです。さらにあまり仲良くない人と鍋を一緒に食べるのも嫌とのことですが、女性ならこの気持ちに少しは共感できるのではないでしょうか。柏木由紀、生年月日1991年7月15日、出身地鹿児島県鹿児島市、所属事務所渡辺エンターテインメント。アイドルはファンと触れ合うことも重要な活動の一つです。しかし意外と潔癖症のアイドルは多く、柏木さんは他人が歩いた床を歩くことができないそうです。そのため自分専用のスリッパをいつも持ち歩いています。しかし AKB48 では握手会がありますが、それに関しては大丈夫なのでしょうか。長谷川理恵、生年月日1973年12月1日、出身地神奈川県、所属事務所リナーシェ。長谷川理恵さんも他人が使ったスリッパが使えないとほどの潔癖症であることを自身で公表済みです。外出時は常に自分専用のスリッパを持ち歩いているそうですが、荷物が増えるので大変そうですね。さらに飲食店のおしぼりは使えない、
エレベーターのボタンは爪で押すようです。これはかなりの潔癖症ですね。渡辺真由、生年月日1994年3月26日出身地埼玉県、所属事務所プロダクション小木、 AKB48 時代には総選挙で女王の地位に輝いたこともある渡辺真由さん、握手会はそつなくこなしていたものの、実は潔癖症だったようです。常に消毒用のジェルを持ち歩いていることをアイドル時代に出演したテレビ番組で公表しました。除菌ジェルを持ち歩かなければいけないほどの潔癖症なら、握手会はかなりの苦痛だったと思うのですが、さすがですね。七尾、生年月日1988年10月28日出身地埼玉県大宮市、所属事務所プラチナムプロダクション。女性モデルの七尾さんはTBS のバラエティ番組に出演した際に綺麗好きであることを話しています。自分のバッグが知人に触られそうになった際、超速で除菌ジェルを渡したそうです。当然他人と鍋をつつくのは無理ですね。さらに番組では興味のない人と向き合って話することができないと話しました。その理由は唾が飛んできそうで嫌だと語りました。実際に自分がやられたらイラッとする潔癖エピソードですね。鈴木奈々、生年月日1988年7月9日出身地茨城県。タレントの鈴木奈々さんも実は潔癖症の芸能人です。鈴木さんは全身をアルコール消毒するほどの潔癖症であることを暴露しています。さらに電車のつり革につかまれない、1日50回は手を洗うなども告白しました。しかし世間からは潔癖症なのに清潔感がないとも思われているようです。銭湯に入るのは無理だし、床に落ちている髪の毛を踏んだだけでテンションはガタ落ちすると話していました。バッグを置くときには床に置くなんて絶対にできず、机を拭いてからその上にバッグを置くという徹底ぶりです。そのためウェットティッシュは1日1パック使うと語っています。山本さやか、生年月日1993年7月14日出身地大阪府。元 NMB48 の山本さやかさんも潔癖症だったそうです。テレビ番組の今夜比べてみましたに出演した時にエスカレーターの手すりを触れないこと、素足でフローリングを歩けないことなどを公表しましたが、さすがにファンからの批判が気になったのか、握手会は楽しいですとすぐにフォローしました。しかし番組終了後に山本さん自身は潔癖症ではなく綺麗好きだと語っていました。寺田美子、生年月日1992年6月11日出身地岐阜県。寺田美子さんは日本史上初の潔癖症アイドルとしてデビューしました。人に触れるのも嫌だそうです。潔癖症をファンも認めているため、握手会を開催しても手袋を着用してファンと触れ合っても問題にならないようです。また中居正広ミニナル図書館に出演した際、キスマイフットツーの藤ヶ谷と鍋はと聞かれた際、あ、無理ですと即答したこともありました。藤ヶ谷大輔さんのファンはほっとしたのではないでしょうか。平愛梨、生年月日1984年12月12日出身兵庫県明石市、所属ライジングプロダクション。女性タレントの平愛梨さんは旅猿というテレビ番組で潔癖症であることを告白しています。旅猿ではメキシコカンクンに行き、平さんにとって初めての海外旅行だったそうです。番組内ではシュノーケリングに挑戦しますが、小学生5年生以来海に入ると病気になりそうで入っていないと話しました。消毒液を持ち歩き、自宅以外のトイレはできるだけ使わないようにしているようです。さらに潔癖症エピソードとして地べたや飲み回しするのも抵抗があるそうです。寮が春日、生年月日1976年2月2日出身愛知県名古屋市、所属プロダクション人力車。元宝塚歌劇団月組男役スターの寮が春日さん、高校生の時に初めて見た宝塚に魅せられ、1996年に宝塚歌劇団入団し、数々の舞台を経て2009年退団しました。退団後は女優タレントとして活動しています。元宝塚の寮が春日さんはマスクやハンカチなどバッグの中に入れるものは一つずつジップロックに入れて携帯しているのだそうです。そのままバッグの中に入れるのは我慢ならないんですね。堀田茜、生年月日1992年10月26日出身地
東京都事務所オスカープロモーション堀田さんは2014年に放送された恋する合宿免許でドラマデビューしました。その後も家政婦の三田園や3年 A 組今から皆さんは人質ですなどに出演しました。雑誌では小学館キャンキャンなどで活躍しています。堀田さんは潔癖症が行き過ぎて菌が見えるようになったと発言しています。温泉の湯船は皮脂が浮いているから入りたくない、鍋は他人の唾液が浮いているから食べたくないと語っています。さらにファーストキスをした後にはウェットティッシュで唇が荒れるほど拭いたというエピソードを話しています。これに反論する声も多くありますが、女性で潔癖症綺麗好きの方は多く同意する声もあるようです。いかがでしたか。今回は潔癖症の女性芸能人について紹介しました。潔癖症は強迫性障害と言われている障害の一つです。あまりに過剰に気にしてしまう人は治療が必要な場合があるそうです。最後までご視聴ありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それではまた。